どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマは監査法人3年目でやるべきことです。シリーズ3作目突入。1年目2年目でやるべきことを振り返ってみましょう。1年目のテーマは監査法人の環境になれるです。やるべきことは1、質問しまくる。2、社外の人への電話に慣れる。3、フィードバックをもらう。4、同期と遊ぶ。5、チーム飲み会の幹事をやるでした。2年目のテーマは会計士としての下地作りです。やるべきことは1、後輩指導。2、Excel。 3、営業科目。4、課題を作り出す。5、先輩に可愛がられるようにするでした。さあ、そして今回3年目のテーマは会計士になれです。修了考査合格はもちろん、名実ともに会計士になってください。今回もやるべきこと5つ紹介します。それでは早速行ってみましょう。監査法人3年目でやるべきこと、1つ目、インチャージです。出ました、みんなの憧れのインチャージです。3年目にしてインチャージデビューしちゃってください。っていうのを、一般的なインチャージデビューする年次ってどれくらいなんでしょうかね。私が勤めてた監査法人の事業部では4年目くらいが標準だったと記憶してます。なので、このチャンネルを真剣に見てくれてる人に、私が求めたいレベルはそれより上です。つまり1年早くインチャージをやってください。なぜ早くからインチャージをやれというのか、それは監査の全体像がわかるからです。監査の全体像を理解することで視座がぐっと高まります。視座っていうのは物事を見る姿勢です。インチャージをやれば、嫌でもミクロな視点からマクロな視点へ切り替わります。作業単位ではなくチーム単位に、担当の感情だけでなく財務諸表全体に、今だけでなく未来も含めた長期的な視点になるわけです。そうすれば、今回は決算遅れてるなとか、この論点は税効果まで影響しそうかなとか、当期は減損しなくて良さそうだが来期は揉めそうだなとか、監査を俯瞰してみることでより大きな問題を見つけ、より大きな解決策に取り組むようになります。これが視座が高まるということです。インチャージを経験しているメンバーとしてないメンバーではこの感覚がもう全然違います。ただインチャージになりたくてもそう簡単になれるものではありません。でも、もし自分の願いを言える場所や時間があるなら、インチャージをやらせてくれって言ってください。そもそも手を挙げないやつにチャンスはないです。そしてリスクを取らないやつにリターンはありません。私は運よく入社3年目でインチャージをやらせてもらいました。当時は右も左も分からず苦労しました。でも振り返ってみると、あの時に監査の全体像を理解できたことで、その後の成長角度が一気に上がった気がします。皆さんも手を挙げてみてください。監査法人3年目でやるべきこと、2つ目、1から調書を作るです。前期調書を捨て、ブック1を新しく立ち上げて、1から文字を入力していきましょう。ただ、気をつけてほしいのは、前期調書を捨てるということの重みです。前期調書を捨てれば時間もかかるし、前期調書を捨てるというのは、そもそも過去の先輩たちが積み上げてきたものを消し去るという行為です。当然、新しく生まれるものは、前期調書を超える価値があるものということになります。出ないと怒られます。なんてプレッシャーかけましたけど、正直前期調書なんていくらでも改善できます。というか、改善点がなければ、去年手続きを実施した人と同じレベル以下ということです。このチャンネルを見てる監査人の方々には、そんなレベルで満足してほしくないっていうエゴ全開でお伝えしていきます。でも、エゴだけでなく、一から調書を作るということはめちゃくちゃ学びになるのでおすすめします。自分で考え、自分で作って、指摘をもらったら自分で直して、そうしてたくさんの気づきを得られます。しかもマネージャー手前になってくれば、前期調書がないことなんて当たり前。そんな時に、前期調書ないと作れませんなんて可愛い発言しようもんなら、もうグッバイです。だからこそ、一から調書を作る経験を積んでおく必要があります。もちろん前期調書で使える部分はコピペして OK です。ですが、何より前期調書を超える調書を生み出しましょう。監査法人3年目でやるべきこと、3つ目、見積もり科目です。2年目では営業科目をやってくださいと伝えました。なので、3年目は減損、税効果、退職給付あたりをやってください。正直これもかなり背伸びです。3年目で見積もり項目やるのは難しい。てか、通常やらせてくれません。ですが、2年目で先輩から可愛がられ、営業科目をしっかり理解しているなら、チャンスがあるかもしれません。もしそんなチャンスを掴んだなら、やってみてください。そもそも、なぜ見積もりが難しいと言われてるか、理由は3つあります。1つ目は、不正誤謬リスクが高いからです。
見積もり項目は売掛金や買掛金のようにパキッと正しい正しくないを判断できません。こういうロジックもなくはないよねとか、将来のことだから何とも言えないなという判断になります。正解がないので不正誤謬リスクが高いです。なので常に論理的に考え心象を補強していく必要があります。2つ目はタフな構想が必要だからです。見積もり項目は金額的影響が大きかったり IR にも響く項目のため質的重要性も高いです。なので会社と身内と両方をしっかり説得させなければいけません。年単位で交渉することもあるし、大揉めの現場ももう何度も見てきました。故に交渉力が超大事です。3つ目は基準が複雑だからです。現存税効果退職給付、この辺は基準や適用指針自体も多く内容も難しいです。基準を読んで実務に落とし込む力が求められます。以上の3つの理由が見積もりが難しい理由です。ただ裏を返せば見積もり項目はこれらの力をマスターするのにちょうどいいです。いい練習だと思って挑戦してみてください。監査法人3年目でやるべきこと4つ目、提案するです。2年目では課題を作り出せと言いました。課題とは例えばこの分析の仕方いけてないよなとか、会社の処理間違ってないとかです。2年目はケチをつけるだけで十分でした。しかし3年目は違います。じゃあどうするまでセットです。分析の仕方がいけてないならこういう風に変えていいでしょうかと提案してみる。会社の処理が間違ってるならこうすれば間違いないのではと提案してみる。これが会計士の価値です。他者をたくさん見ていろいろな事例を知ってるからこそ幅広い提案ができる。提案こそが仕事の本質です。文句を言うのはある意味誰でもできます。でもじゃあどうするまで示せる人はほんの一握りです。3年目は全ての発言を提案にしましょう。監査法人3年目でやるべきこと5つ目、エラーを発見するです。我々の仕事は財務諸表に重要な虚偽表示がないことを担保することです。これはある意味エラーを見つけてなんぼということでもあります。もちろんエラーなんてないに越したことはありません。ですが正直エラーのない会社なんてありません。どこかに必ずエラーがあります。会議心全開で挑んでください。監査人としての目や感覚を研ぎ澄ませれば必ず見つかるはずです。ぜひ経営者確認書に載るくらいのエラーを見つけてください。以上、監査法人3年目でやるべきこと5つでした。いかがでしたでしょうか。役に立ったよという方はいいね、チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想ぜひコメント欄でお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。